ニンガルーリーフはオーストラリア西海岸にあるサンゴ礁でパースの北およそ1 2 0 0トルに位置する。サンゴ礁の長さは2 6 0トルに達し、オーストラリアでは最大規模のサンゴ礁である。ニンガルーリーフはジンベエザメが一定の期間生活を営んでいる場所であり、エコツーリズムに関して活発な議論が行われた場所として知られている。 1987年、リーフとその周辺は、ニンガルー海洋公園として指定された。2007年1月8日、ユネスコの世界遺産暫定リストに登録され、2011年6月、世界遺産に登録された。ニンガルーリーフは、3月から6月にかけて、ジンベイザメが生活を営む場所で有名であるけれども、それ以外にも、産後のみならずそれ以外の海洋生物が、 生息している。冬の間のニンガルーリーフは、イルカ、ジュゴン、オニートマキエーザトウクジラが定期的に移動してくる場所ともなる。ニンガルーリーフの砂浜は、ウミガメの産卵場所として重要な場所でもある。ウミガメ以外にも、500種類の魚類、300種類のサンゴ、600種類の軟体動物、それ以外の海洋性無脊椎動物が生息している。 トラフザメ2000年代初頭、モーズランディングと呼ばれる地域にリゾート建設が持ち上がったが、この場所はウミガメの繁殖地であった。リゾート建設は海洋公園全体の価値を減化される可能性があった。現地の作家であるティム・ウィントンは、この計画に反対の立場を示した。2002年、ウィントンが西オーストラリアプレミアズ・ブック・アワードを受賞すると、 彼はンゴ礁の保護活動のために2万5千ドルを寄付した。結局、計画されたリゾート建設は中止になったが、開発業者はいまだにこの地域の開発に関心を抱いている。ニンガルーコラボレーションクラスターは2007年にこの地方の研究を行うために開始された。ニンガルーコラボレーションクラスターには、 オーストラリア連邦科学産業研究機構や、オーストラリア中の大学、例えば、カーティン工科大学、西オーストラリア大学、オーストラリア国立大学、クイーンズランド大学から研究者が参加している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ミンガルーナショナルマリーンパーク、ウエスタンオーストラリア。 NASA Earth Observatory, NASA, 2008年9月7日閲覧。ケニアレイクシステムインザグレート、リフトバレーオーストラリアエスニンガルーコースト、インスクライブドオンユネスコ、S ワールドヘリテッジリスト。ユネスコ、2011年6月25日閲覧。エムブライト、1001ナチュラルワンダーズ・ユーマスト・シー、ビフォー・ユーライ、クインテッドパブリッシング、ロンドン2005。 ティム・ウィントン・エス・ニンガルー・リーフ・ラリー・スピーチ。ザ・ウィルダネス・ソサエティ。2006年10月8日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2006年12月19日閲覧。ティム・ウィントン・ウィンズ・ W ・エイプルミエ、ス・アワード・ド・ドネーツ・オール・プロシーズ・ツー・セーブ、ニンガルー・リーフ。ザ・ウィルダネス・ソサエティ。2006年10月8日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2006年12月19日閲覧。ありがとうございます。